はい、ということでこんばんは、クレでございます。今日は長野県に来ておるんですが、本当はねちょっと今七曲りというところに行こうと思ったら夜間通行止めになっておりまして行けなかったので、こちらを代わりに来ました。こちらね、つましな神社と書いてあります。こちらにね出られるという噂があるのでね、試しに来てみました。いらっしゃい、いらっしゃい。ただねこれ近く住宅街多いのと今ちょっとねマグネット不良なんでマグネット不良ちょっと申し訳ありません。善光寺4901、あこれ7がいっぱい書いてあるね。7社7橋7池、7周年にぴったり7周年にぴったりな7社。善光寺南西にある神社で善光寺三鎮守の一つですだそうです。結構立派な住宅なんで今ライトは消しています。では入っていきます。失礼します。すごいねこれ、上向けたら落ちちゃうかな、マグネット。なんか作りがすごい。ご神木みたいのがある。でもほんと狭いですよこれ。一旦岩子をニコ生に見せます。こちらですね、つましな神社は諏訪大社に祀られてるやつの神。理由はわからないが境内で老婆の霊が頻繁に目撃されている。斜面を登った先に墓があるんですって。ちょっと斜面は見えないですけど、ちょっとねもしかしたらマグネットでツイキャス落ちちゃったらすいませんね画面。こちら境内老婆が映るという、老婆が出るって言われてます。やっぱり落ちたやっぱり上向けたら落ちた上向け現金だ、上向け現金、上向け現金。いやマグネットこれきついな。シール俺もう一個持ってきてるんだけど、どこに置いてあるか分かんなくなっちゃった。一旦配信切らないと探せないの。何これ何すかこれ。え、これってくぐっていいのくぐっちゃダメなやつですかこれ。どういう感じ、いいやつ。鳥居的な行っちゃえって怖いんだけどまあでも流れ的に行くしかないよね。いや多分でもこれ真ん中にあるから多分いいんだと思うよ。失礼します。綺麗なんだけどスマホが落ちそうで怖い。手で押さえてないとニコ生は落ちないんですけどツイキャスがまた落ちちゃいます。これ手で押さえながら上向けないと。時々見かけるわら人形わら人形はやばいわら人形はやばいでしょ。くぐった方がいいし、なかなかお目にかかれない。あ、そうなんすか。いいやつ、立派な神社。
真志野神社って書いてありますね。こちらで押さえてます。折松です。賽銭箱があるから一応金持ってきたかな。シャリシャリ音がするから何円かが入ってる。氏神様が今死神様に見えた。これビビッと死神様に見えて、もこれ暗くてなんか色合い的にこれ読みづらくない？読みづらくない？なんかこれ近づけるとちゃんと読めるけど、これ遠くから見たら死神様に見えたの。なんか色合いが多分見づらいですよね、これ。ほんと失敗。お賽銭箱を扉の内側にありますよ。どういうこと？ちゃんと絵も描いてある。あ、中にあるってことか。見えた見えた。え、これ投げていいの？これここに入らない自信あるけど。え、これ絶対入らないよ俺。投げますね。入った入った入った。狭いなこれ。じゃあ皆さんも一緒に、スマホが落ちませんよ。境内にさ、老婆の霊が出るって言ってるけど、これ裏何これ。これ裏怖っ。あ、そういうこと。これ裏側怖えな。こっちはいけないですね。なんなのこれ。こっちなんか滑り台がある。滑り台ね。何度も言ってしまって申し訳ないんですが、私股関節、人工股関節なんで、しゃがむとか、ね、滑るとかあんまできないんですよ。心霊スポットでね、自分の骨ではなくなってしまったんで。釜飯あるね。釜飯。でっかい釜飯。キーレスのとか、キーレスのとかな。事故か何かで、普通に心霊スポットで転びました。骨が肉に刺さりました。半年ぐらいだから配信できてないんですよね、ちゃんとしたの。ね、多分ね、怪我してすぐに病院に行ってれば、多分骨サクッと折れただけだったみたいなんで、すぐに取り付けられたんでしょうけど、私は骨折れたと思ってなくて、筋伸びたと思ってて、病院行かなかったんですよ。痛いけど。したらね、どん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 なんか変な風にくっついちゃって、
もう一回剥がれちゃってみたいな。天神社、これを、あ、本当だ、このここになんか墓地がある。これなんか斜面に墓地があるって言ってたのがある。ここにあんま墓地は、俺リアルタイム墓地は映したくないんだよね。ここに、うわ、本当だ、マジリアル、リアル墓地稲川芸みたいになってる。リアル墓地だ、リアル墓地、これエアバー、ほんと斜面にリア墓地だ。こっちはやめとこう。まあでもあれか、そこも一応曰くだもんね、このエリア。イキャスが落ちないか不安でしょうがない。マジそのことしか今考えてない。これ車載のマグネットもできるかなって感じになってきた。ズンジゲ、ズンジゲですね。じゃあちょっとこの境内より先にここで一回バケット行きますか。なんか怪しい祠みたいなのあるから、墓のとこですね、墓の目の前、墓の目の前で行きますよ皆さん。吐き毛もくれば完璧。俺吐き毛できますよ、できますってか、あの餃子サイダーの動画見てくれたらね、多分あとペヤングの配信とか、私吐き毛得意です。行きます。スクメさん、ここです。長野県、長野市ですかね、これは。妻品神社。斜面の墓地の近く。祠の前で。皆さんご一緒にね、バケラッタと打ってください。バケラッタ。大野グリーンだよ、過去声、ここ無理だよ、ここで叫べない、住宅声から、住宅声から叫べない。さすがの俺でもちょっとここはモラルがモラルが、ここで叫んだら通報だ、通報、わかる、ここにもうさ、見れば見るほど家がいっぱいあるんですよ、ここ。一軒だけとかならまだしも、もうそこら中にこれね、住んでらっしゃる方が、アンテナ留意所。最近ツイキャスやり戻したんですけど、昔は俺あの函館の配信とか全部ツイキャスやってたんですよね。逆にニコ生しか見てなかった人は、俺が函館配信したの知らない人もいると思うんですけど、函館行った時はニコ生が暗くて配信にならなくて、ツイキャスに逃げたみたいな感じで、ツイキャスで3、4ヶ月俺死んでやってるんですよね。その時に見てくれた人はもう3年ぐらい俺骨折る前なんで、もう多分みんな見てないと思うんですけど、そう、蔵生時代。なんかちょっと待って、住宅地の割にはシーンとしてるんですけど、今ブランコの音した。
ブランコの音みたいなしなかった、車のブレーキ音ですかね。今ブランコがここにあるって知ってたからブランコだと思っちゃっただけかな。きっと来る、揺れてないな。いや全然ビクともしてない。きっと来る、老婆来る、あなたの元。ゆずりはさんいるじゃん、ここに。ゆずりはさん、うちのリスナーさんにゆずりはさんって人いるんですけど、こんなとこにいたんですね。ゆずりはって何なんですか、この葉っぱ。葉っぱの名前かな。住宅街だからマジでやりづらいですね、ここ。しかもさ、何が一番きついかって狭い。あとツイキャスがマグネット落ちそうで怖い。びっくりしたな、こうしてきた。これ何なの、これ鶴山さん、こんな姿。昔のこういう祠とか墓石みたいなって謎オブジェ多いですよね。形にこだわりがあるんだろうけど。これ何なの、これこれ遊具。結構年季入ってるね、これ古いんだ。何なのこれ。回す、あ、これ回るの。回したらうるさそうじゃないこれ。え、回んね。あ、てんてんてんっていうなんか感じだった。比較的新しい。回転させて吹っ飛ばず。吹っ飛ばす？怖い。ヤンキーがいる、ここに。足がぐちゃぐちゃになってる、これ。なんか、靴がさ、知らない間にびしょびしょなんだけど。これ雨上がりだからめっちゃ草が濡れてるみたい。最後に境内、じゃあもう一回戻ろう。あ、でも境内の左側って何かあったっけ。文豪梅ってなんだろう。文豪梅なんすか、それ。何これ。筆って書いてあるんだ。これ落ちちゃいそう、またスマホが。筆塚の由来。長い、省略します。はい、皆さんには見えたと思います。読みましたかも。そういうことですね。
ういうことです。熟成とか書いてあるから学問、ここ学問の神社なのかな。さてと、というわけでね、なんかお腹痛くなってきたけど、そば3回も食ったからなんかお腹痛いんだけど今日4食食べてるのね、真夜中から比べたら。明け方に配信終わりに食ってから俺4食食べて、そのうち1食が荻野屋ラーメンで残り3食そば。お腹痛いな、なんか普段1食とか2食しか食わないから、俺の胃の中今そばしかない多分。じゃあちょっと老婆が出る境内で行きますか。結構いろいろある、確かにね。狭いんですけどね、これ何の祀ってるんだろうね、これ、あの御利益というか書いてないんで、もうそこになんか書いてあるか。明るいとこ行くとバケタンできなくなっちゃうんだけど、願い事は氏神様へ、開運、あ、でもいっぱいあるね、病気全部じゃんこれ。恋愛成就、商売繁盛、合格祈願、学業、はがきが置いてあるんだけど、住職に何、どういうことなのこれ。全然今意味が分かってないで見せちゃったけど大丈夫かな俺。やばかった、何の意味があるのあれ。何を願いますか。もう俺健康を願っちゃった、さっき。健康を毎回願ってます、私は。健康が全てだと思ってるんで、あの骨折れた時にね、まだまだと思いました。健康じゃないと何も、人生何も楽しくないなって思ったんで、お願い事は俺全て健康にしてます今。はがき取られない、治安の良さ、長野だからね。じゃあ行きます。ちょっとね、場所的にはまあ広くないので、ここで2回目。妻品神社、老婆が出るという境内の前で、皆さんもご一緒にバケラッタとお願いします。ケラッタ。暑いな。甘いものは控えめにね食べてねえわ、まあ、まあ、蕎麦しか食ってねえわ。グリーンだよ。甘いもの食ってねえ、蕎麦しか食ってねえっての。甘いもの食いたいよ、むしろそれ言われたら。ここで出るとまずくないか。何がグリーン。ちょっとマグネット補修したいな。あ、内藤さんここ帰ってます。じゃあ何もないっすよね。なんか家があるから照らしていいのは分かんない。富士カラーってこれ古くない、なんか。夜食甘いもの、サービスエリア空いてるかな、ここら辺。今何時ですか。もう一箇所行きたいんだよな、最低でも。ちょっと動画の締めを撮ります。マグネット探していい、これ。なんかね、マグネット剥がれちゃったりしてゴミついちゃってるからつきづらくなっちゃってるんですよね。もう一個持ってきたのちょっと探していいですかね。昨日寝るまではあったんだけど、水は入ってないのか。一旦探すからツイキャスは切ろうかな。あのマグネットをはめ込む作業があるから。
はい、ということでね、長野県の市街地、長野市にある老婆の霊が出るという妻品神社でございました。もし何か感じた人がいらっしゃいましたらね、コメント欄の方に動画の人はよろしくお願いします。生放送の人お付き合いありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。あ、じゃあ